ではお互いの顔を描いてみましょう。むちゃくちゃ言うな。お前だって喋ってんじゃねえよ。ほら、うるさいですよ。笑っちゃダメって思うほど笑いたくなるんだよね。びっくりしたよ、シュウ。いきなり顔色悪くなって。まさか学長の名前言っただけで倒れるなんてな。またバカキリエ、また週に何かあったらどうすんだよ。気にすんなよ、シェ。そうそう、話題を変えるぞ、話題を。あ、そうだ。今日またあのそうそう、あの壁画の。何？謎の壁画事件第9章か。え、
な方向向くなっての。今日は怪しいと思ってたのに、天気が悪いから操作してなかった。それが今度は学校じゃなくて、ユネさん。おしゃべりしてごめんなさい。あ、いえ、そうではなく、その落書きというのはどこにあったのです？私も聞いただけなんですけど、公園にあったみたいです。誰から聞いたんだ？咲夜。授業の途中ですが、少し外に出てきます。まさかリリー先生、消しに行くんですか？別にリリー先生がやんなくていいだろうに。真面目だからね、リリー先生。そんなことないと思うけど。もしかしたら時間が経つと落ちにくいのかもな、本物の壁画みたいに。あと、リリー先生は犯人探しに躍起になってる。さすがにまだ。名探偵幼児、解決してよ。つってもな、別に壁に落書きするだけなら誰でもできるっちゃできるし。あの壁画は絵っつうより模様だからな、よくわかんねえ。ああ、俺も数回しか見たことないけど。私が見たことあるのもそんなんだった。私ん時もだ。
そりゃリリー先生がすぐ消しに行くからな。でもあの模様に近いものをどっかで見たことあるような気もするんだよね。うにゃ、全然思い出せない。ただの勘だしな。先生もいねえし、これでサボれるってもんや。いいよ、こんなやつの顔なんか点と丸だけで。お前の顔めちゃんこに描いてやるからな。